皆さんこんにちは、 AZ の鈴木大吾です。今日はサロンワークがお休みで、今から足利の美容学校でガイダンスと言って、普通の企業でいうところの就職フェア、企業がブースをいっぱい作ってそこに学生が聞きに来る、そういうものに参加させてもらうために向かっております。行きましょう。今高速降りて足利着きました。空が広くていいですね。もう会場多分すぐそこだと思うんで、安全運転で行きたいと思います。じゃあ今車止めて、これから今日の会場のホテルに行きたいと思います。まぶしい、晴れてます。あらさんこんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ここは今日の会場になります。で、私のブースがに、私はガイダンスの時はこういうプレゼンテーションを作って学生団たちにより分かりやすいようにプレゼンしています。あとはこのようなパンフレットを渡していきます。今回初めましての、サロンさんもいらっしゃいまして、足利デザインビューティー専門学校の、1年生対象に間もなく、ガイダンスをスタートさせていただきます。ビューティープロの育成の目標と目的についてということで、こう私の方でですね、よろしくお願いします。これ、オーレオ主義って、なんかこういうさ、よくあるじゃん。なんか例えばさ、まあでも、こうした技術を学んでからしっかりとしたスタイリストになりましょう。なんか、ありがとうね。ありがとうございます。技術指導で、これが一番多分みんなに一番興味があると思うから、一番最初にアップをすることが多いなんで、うちの父親、私2代目なんですけど、父親はすっげえアップ前で、ブーブル美術館って知ってる？フランスあそこでヘアーショーやってきて、ほらね、なんか知らないけどすごそうじゃないっていう、はい、でヘアケアマイスThank you.
きます。ありがとうございました。グッバイ。さよなら。ありがとうございます。いやー終わりました。25分の6回だったんですけど、だいたいいつも4回ぐらいなんで、で私の場合プレゼンテーションに熱が入りすぎて6回はさすがにきつかったです。で鹿が来るといつも思うんですけど、お素直な学生さんが多くて今日もイデアがいっぱいありましたんで、これから家帰りたいと思います。で明日お休みなんで、今日の夜はもうサムギョプサルで